さんこんにちは、つくるです。今日はね、こんな感じで動画を撮っていこうと思います。初めてね、この動画で、僕のチャンネルを知ってくれた方ありがとうございます。はじめまして、つくると言います。前々回ぐらいの動画でワックをやったんですけど、コメント欄でね、フロアに入る、しゃがんだ時のやり方を教えてくださいっていうのがあったんで、それの、アンサー動画を撮っていきたいと思います。早速ここでじゃあ始めていきましょう。マスクニキビができました。一つ目、仮になんかこう手回したりとかしてフロアに入った場合みたいなのをやろうかなと思ってるんですけど、あ、これいいですね。これ一つ目でいきましょう。まずね、片手振って両手振ってみたいなやりながら、こう下落ちてきますよね。で、片膝ついて、片手ついてキックしましょうね。キックで膝からで、つま先までポイントしててください。で、ここから体ねじってキックした足に乗って一周ターンですね。こんなしゃがみ方と立ち上がり方どうでしょうか。結構ね、バトルとかでもよく見るかなと思うんですけど、しんどいやつです。ほいほいほい、いや、よいしょ、入ったね。はい、もう一回ぐらいやっときましょう。ほい、いや、よいしょっとね。ちなみに僕は結構うまくないんですけど、うまい方のね、動画また探してみてみてください。よくやってる人いますんでね。はい、じゃあ2つ目やっていきましょう。おこれいいですね。2個目これしましょうか。これもよく見るんですけど、ジャズの方とかね、よくやったりしてるイメージがあります。そう、回転しながらフロアに入って足エイって蹴るやり方ですね。見たことある人も、多いんじゃないでしょうか。はい、これね、反対ね、やろうと思ったんですけど、反対初めてやるかな。だいぶ下手でしたけどね、ちょっとはい、あ、うまくてやってるわけじゃないんでねちょっと紹介したくてやってるんで言い訳しておきますけど、まず、はい、内足ですね。嘘つきました。外足ですね。外足を先膝ついて、お尻ついて両足キック、膝から蹴りましょうね。で、その時お尻の後ろに両手つきます。はい、で、よいしょでね、重たいお尻を持ち上げて、はい、くりっと回って起き上がるというこういうやり方です。でね、今3つ目なんかあるかなと思って、考えてるんですけど、片膝つくっていう時が結構多いと思うんですけど、そういう時に、万能な、しゃがみ方と立ち上がり方ね、をちょっと考えてみました。なんか蹴って、で、その足を後ろに置いて片膝つくと、そうそうそう、で、こうなんか低くなってね、腰後ろに引いて、で、ウェーブなんかしたりして、で、これですね、腰をね、前後に、前と後ろによいしょってね、ウェーブして、なんやかんやなんやかんやで、こう腰を前後ろにやったりしながらやると、うまいことね、立ち上がれると思います。今のね、どうでしょうかね。あ、それで4つ目ちょっと思いついたんですけど、これもね、ジャズとかでやってるし、ワックの方もまあやるんですけど、スピリッツね、しながら、降りていくパターンですね。女の方よくやりますね。まあ、起き上がり方もいろいろあると思うんですけど、まあ、仮に例えばね、こうやって足回したりとか、これね、膝、両膝くっつけてやるんですね。そう、まあまあ今みたいなんでもいいですし、立ち上がり方ね、そう、スピリットしてしゃがんでいく、こういうやり方でですね、お尻で回ったりとかしてね、一回振っといた方がやりやすいかなと思います。振っといて、で、反対にクリッと回してね、で、その後はね、まあなんだかんだこう、こういうね、のとか、あ、今ちょっと汚いですけど、こうなんとかね、僕これもあんまやらないんですけど、こういうのもありますよね。うん、なんかね、こう、なんやかんやって下降りますよね。よいしょよいしょ、えいってね、最後にジャンプしてね、アクセントつけるという、そうしたらちゃんとできた感あると思うんで、これ結構使えるかもしれないですね。なんやかんやして、えいっつってね。はい、ではね、最後ちょっとね、仮に、軽くやってみたいと思いますけれども、はい、
まあまあこんな感じで、いかがでしょうか。KK さんご質問ありがとうございました。他の方もよかったら参考にしてみてください。ということで本日はこの辺で終わりたいと思います。皆さん最後までありがとうございました。ありがとうございました。